いやいいな。いやー、見てくださいよ。ソフトドリンクですよ。 なんだろうこれ、何、はい、見てください。炭酸飲料。あうん、どう、美味しいですか。大丈夫だけど。大丈夫だけど。コーラとは違うな。中国から？中国、台湾、マレーシア。はい、あ、何？混合選手なの？でもマレーシアだって中国の人が多いじゃん。中国喋るだけです。え、でも中国人でしょ？マレーシアの中国。マレーシアで生まれた中国人かな。まあ、そうですよね。ね、僕もマレーシア行ったことあるけど中国人の人いっぱいいるもの。そうですね。ね、分かんないんですね。分かんないやん。中国喋れますか。なんなんなん。I'm sorry。今ね、あの外国の人をねいっぱい撮ってんの。だからさっきからほら黒人の人とかね、ロサンゼルスから来た人とかね。マレーシアから何しに来たの？マレーシアの今仕事してます。はい。ああ本当。留学してで今これあの、はい。日本では仕事してないんだ。あ、日本でしてんの。あ、本当。でプラスユーチューバー。あ、やってますね。私もね、おじいちゃんでユーチューバー目指してんです。目指してます。目指してんです。おじいさんでね、ユーチューバー目指してんですよ。おお、拍手。いや、あのちゃんとユーチューバーのなんか一つレベル上がってる？あ、この人はまあプロです。プロ。プロじゃないです。まだまだ。僕もね、やっとね、YouTube、普通の YouTuber から一つ上がったの。あ、そうですか。だからあの YouTuber 中の言ってもいい。あ、いい。あのほら、あるじゃん、ランク的に。あ、ありますか。そうだよ、一番下でね。はい。あの日本のあの YouTube のステージってあのビルがあるじゃない。あそこに入れるのは、はい、1000人以上のちゃんと、はい、フォロワーがいないと入れないの。私はもう万人以上です。わあ、そりゃ大丈夫だわ。じゃあ行ってくればいいよ。六本木ヒルズ。行きました一回。あそこね、はい、あそこ入るのには、はい、1000人以上のフォロワーがいないと入れない。すごいね。すごいですね。何、マレーシアで有名なの？有名ですよ。いやまだまだ。あ、マレーシアで歩けないくらい。歩けない、知らなかった、歩けないって。マレーシア結構いろんなところじゃない。ああ、いいよね。シンガポールも行けるし、インドネシアも行けるしね。僕もシンガポールもインドネシアもマレーシアもずっと、とかタイとかね。あ、あのあたりぐるっと回りやすいもんね。そうですね。はい。だからいい、あのチャンスがあればもう一回。あのマレーシアのなんや、山の上なんかリフ、あれは違うか。あれな。あ、そうですか。ありがとう。こんな綺麗な人映して YouTube に上げても大丈夫？大丈夫？顔見せダメ言う子もいるから。みんな顔映してるから。映してるから大丈夫だって。はい、じゃあちょっと止めよう。なぜか美人に声をかけられまして乾杯しようということで乾杯。アルコールじゃないんですけど。アルコールじゃないんですけど、昼間から飲んでたら怒られるから。なんかお薬のような感じがするんですね。なんでこれみんなに聞いてるんですか、うん、どんな感じですか。お薬。お薬。清涼飲料水というよりはドラッグです。ドラッグじゃないです。台湾にいたら買います。いらねえな、残念だ。残念ですね。やっぱりコーラのが美味しいな、コカ・コーラのが。コーラ見た方がみんなコーラに似てるんですよ。でしょ、コーラと比較しちゃうじゃん、これ色もコーラ色だし。いや、コーラ色ちょっと違います。ちょっと違います。じゃあ麦茶色。麦茶色。麦茶より美味しい。麦茶、ありがとう、本当に。ありがとうございます。どうもありがとうね。あのどうやったらあなたの名前であの YouTube 弾けます？はい、写真撮りますこれ。あ、そうだね、そうしましょう。そしたら、あ、 TV という名前がついてるんだ。
南線が来ました。わお、身長は2メートルを優に超えてますね。ひときわ大きいです。はい、彼です。でかいですね。ビゲストマン、わお。向こうに行ったのに一人だけがずば抜けて、日本人の身長から言えばもうどうですか、胸から上が突き出してます。すごい見てっかい人ですね。